はい、どうも、イカから帰ってきて、今からですね、ちょっとイカを、釣ったイカですね、マークが釣ってくれたイカと、俺が釣ったちっちゃいイカを使って料理をしたいと思います。今日やるのが、シーフードカレー。市販で売ってるルーじゃなくて、スパイスからちょっと調合して作るカレーですね。比較的に料理は好きなんでね、ちょっとまったり、ゆるくやっていければなと思います。使用するスパイスですね、これ全て使います。はい、これを、調合していくんですけど、分量はちょっとね説明しながら、はい、やっていきます。はい、まずはね、これメインとなるウコ、ターメリック、これをね大さじ4杯、よくねスーパーなんかでね比較的に売ってるやつなんで購入可能かなと思います。まあ、ざっくりこのスプーンですね、大さじ4杯、よし、これで1、2、3、4。次にクミンちゃん、じゃん、クミン、はい、これです。これをね大さじ1杯、こんなもんね、1杯で、次にコリアンダー、コリアンダー、これも、大さじ1、大体の目分量でいいっすわ。はい、1。次カルダモン、なかなかね使うことないと思うんですけど、結構いいんすよこいつら、いい仕事します。これも大さじ1。うん、やっぱりな、華麗な香辛料な感じの匂いがしますね。ガラムマサラ、これ重要です、かなり。これも大さじ1。これはね、いろいろな料理に使うやつですね。で、次はね、はい、オールスパイス、はい、これはね、小さじ1なんですよ、こんなもんかね。うん、で、次レッドペッパー、はい、これね結構ね辛いんで、辛いの好きな人はちょっと入れちゃってもいいです。本来なら基本的には、小さじ1で、小さじ1ですね。僕はちょっと辛いの好きなんで、もうちょっと、ね、こういうことになる。新品のやつ出ませんから、ここ開けないと、ここ、はい、このぐらいも入れます、このスパイスたちを。はい、入れたやつがこれになります。これを混ぜていきます。ざーっと混ぜていきます。はい、カレーの中に入れる食材ですね、これマー君が釣ってくれた800ちょっとのイカかな、うん、850ぐらいのアオリイカですね。向こうでもさばいたんで、今身だけですね。まだ新鮮です。すごい。で、スーパーで買ってきたエビちゃんとホタテちゃん、玉ねぎ2つと、最近僕がハマってるブナクインっていうキノコなんですけど、しめじの仲間で超でかいんですよ、これ。で、すごいみずみずしい長崎県産ブナクイン。マジうまい、これ。野菜とかちょっと切っていきますんで。切り添えられました。このぐらい、1センチぐらいか。で、ブナクイン、大事なのを忘れてました。キッチン立つならアルコールを入れろっていう。で、氷についちゃうとね、炭酸が抜けるんで、ハイボールがね。こんな感じでゆっくり注いでいったら、炭酸が抜けにくい。いかしていただきます。うまいやつ、間違いなくうまいやつ。次、イカちゃん、これね、まだね、薄皮とか取ってないんで、軽く、はい、今薄皮をきれいに取って、これから切っていきます。この食べやすいサイズでいいです、お好みで。
フライパンですね。フライパンでしてます。これにおしゃれな醍醐味、オリーブオイルってやつです。これもう普通のねサラダ油とかでもいいっす。で先にですね、今もうだいぶ温まってるんで、これ玉ねぎから先に入れます。はい、炒めてね、いい感じの色になってきましたね。で海鮮を入れていきます。マー君が釣ってくれたアオリイカですね。これも一緒に入れちゃいます。エビちゃんとホタテ、はい、うん、海鮮の匂いがすでにやばい、いい感じですね。はい、でこれ白ワインですね、軽くこんな感じで。下味つけます。粗挽き胡椒、お好みです。もう多分これでうまい。でどっちみち水入れて茹でるんで、ある程度でいいです、火を通すの。俺の一押しのブナクイーン、ブナちゃん。でお水を入れます。こんなもんかな。水は 700ml で、まあ沸騰してからでもいいんですけど、これローリエ、はい、1枚。香りがすごい良くなります、このハーブ入れるだけで。お好みですけど、これハーブミックス、らっしゃい。お好み、カレーの言うたらルーの方、スパイスの方を作っていきます。フライパンが熱されましたら、先ほど調合した、スパイス、もう湯気出てきたらね、ちょっと弱火にしてください。焦げちゃうともう終了なんで。あと乾いた木べら、乾いとかないとね、ついちゃうんで、スパイスの方がね、はい、これ入れていきます。あ、もうすでにもう香りがすごいですね。うん、もういいんじゃない。もうスパイスの香りが飛んじゃうんですよね。これ今回ココナッツ今回ココナッツミルクですね。この状態なんですけどね、もうこれ一缶使ってください、ココナッツミルクは。でここからちょっと火をね、中の弱ぐらいの、これ混ぜていきます。これね、ヨーグルトとか入れても全然大丈夫です。美味しいです。よく混ぜしてくださいね、これね。はい、続いてこれコンソメ、市販のやつ。これね、このキャップに2杯、すり器でね、このぐらい。まだね、今マーブルな感じになってますけど、これマーブルもうダメなんで、マーブルはダメよ、マーブルダメ、マーブルダメ。大事なことなんで何回も言いましたよ。なかなかマーブルが消えないんでね、ちょっと無視してこれをいきます。もう1本いきましたね、500。なくなったら新しいのがあると。あ、カレーバッグにハイボールやばいっすね。これもすり切れまでお願いします。はい、こんな感じです。これローリエ取ります。うん、マーブルなくなったっすよね。これをこれに入れていくと、まあすごいいい匂い。ここからちょっとひと煮立ちさせます。こうなじませる感じですね。うんと、うん、うんするっていう。今回今スープ状になってるんですよね。サラッサラ、とろみが欲しいなって思ったら、これ片栗っち。で今回僕はスープ系で食べたいんで、このまま片栗っちは使わずいきたいと思います。もうご飯よそってもいいですか。はい、完成しました。実食したいと思います。じゃあ食べていきます。まずイカからっすね。こんな感じでいただきます。うまっ、バッチリ、辛さもバッチリ、うまい、マジうまい。ホタテ、うんうん、安定のうまさ。うまい。エビもちょっと、こうするよね、絶対。うわうまっ。ちょっと待って、これマジうまい、やばい。でこれこうやろ、こうやん、こうするやん。で超うまい味噌。これね、もう下処理してるエビちゃんだったんで、そのままぶっ込みました。
うんうん、やばいっす。マジうまい。自分がね、釣ったイカでこんな美味しい料理ができるって。やっぱり釣り最高っすね。カメラマンがもうお腹グルグルになってるんで、食べさせたいと思います。はい、こんな感じで食べていきますんで、ご視聴ありがとうございました。また続けんね。